ありがとうございます。皆さん、この時間も星投げカウントよろしくお願いします。何歌おうかな今日。今まで歌ったことある曲とない曲でちょっと分けてみよう。昨日の候補曲の中から歌ったことないやつに線引いてみよう。ただいま。昨日歌ってないやつのやつにしたんじゃん。意外に歌ってない曲多い。昨日っていうか前回みんちゃん、ありがとう。スノードーム、ただいま。センチメートルだったか。キーマンチェック、ピクチュク。 OK、 練習しようっと。ロマンス拳銃ババンバン、あなた狙ってババンバン、バンバンバン命中。ちょっとクールで好みのタイプなの。懐かしい歌も歌おうと。シュン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 、テンションマックス、ヒートアップ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 、ヒートアップしていこう。声が出ないの、もう本当に声が出なくなってきた。だから心配、高い声が出なくてカラオケ下手だと思われちゃいそうなぐらい声が出ない。そう、何が歌えるかなって思って今確認してた。皆さん、星投げカウントありがとうございます。お腹空いてきちゃったな。この配信ちょっと早めに終わって、ちょっとご飯食べてこようかな。ご飯作んないといけないんだよな。お腹空いた。何にしよう、お昼ご飯。佐賀さん、ありがとう。うん、ヘビロテやってるんだ。今13周年記念だもんね。こんにちは。トロブさんもカラオケ配信してる。一緒だ。
ご飯作んないといけないからね、今日もぐぼぐ配信できない。下で作ってこなくちゃいけないの。ママがいないんだ今日は。今の時間どっか行っちゃったの、ママが。私は7時半からカラオケ配信をする。今だってやってる人トロブさんしかいない、中に以外に。もうちょっと早くからできるかな、3時半かな。もうちょっと早くから行こうかな。だってこの配信やった後にもう行こうかな。そうしようかな、この配信終わったらご飯食べてもカラオケのとこ行こうかな。7時半からじゃなくても早めにやった方がいいよね。そうしようかな、できるだけ早めに行って早めに帰れた方がいいもんね。どうしようかな。喉もうすでにおかしいから、どうしよう、そうしようかな。で3時ぐらいに配信終わってご飯食べて、6時ぐらいからできたらいいな、ベストだな。そうしようかな、そうしよう。早めに行っちゃおうかなっていうユラの勝手なやつ。皆さん星投げカウントありがとうございます。声が出ない。こんな彼女ったらかなり自慢？待ってよ、何時からできるか。でもね、予約7時半からしちゃったの。予約が変えれるかどうかなんだよね。待ってね、今ちょっと悩むね。6時から行けるんか。じゃあ今から3時にこの配信終わってご飯食べて、6時からできるかな。ちょっ
と待ってね、6時から予約取れるか電話してみる。電話してみるね。ちょっと一瞬待っとってね。6時からカラオケ予約配信できるか聞いてみます。